はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、円卓高校の投手でやっていきたいと思います。で、デッキの方は円卓なので投手キャラのアーサーをお借りしてます。で、彼女枠としてクネビアちゃんをもう一回連れてきてます。前回ね、クリスマスイベントとか見れなかったの で、一応クネビアちゃんはですね、投手で使った時に敏捷ポイントを、もらうことができるんですけれども、まあ、この編成で敏捷ポイントがいるかって言われたらちょっと微妙な感じはありますけれども、まあ異物関係のね、取得にも役立ちますので、今回クネビアちゃんを連れてきてます。で、アーサーちょっと見ていくんですけれども、得意練習はスタミナと変化球で、テーブルの方が、まずタックが 45% ですね、通常だと。で、そこに、固有の、タックが乗るんで 65% と、球速骨を持ってます。球速骨を持ってるんですけども、アーサー自体が骨をくれない人なんで、ちょっとね、球速骨は全く安定しないですね。むしろもらえないことの方が多いんで。とさらに固有で、骨経験点アップがついてますと。で、35で通常の練習効果アップ20がついてるんで、まあ、練習経験点2種類の得意練習持ちの割には、悪くはないです。まあ、ちょっとね、スタミナが練習でついてるんで、まあ、経験ってドバッといけるかって言われるとそういうことではないんですけれども、まあ、2種類持ちに関しては悪くないですね。で、上限解放していくとタックのパーセンテージが上がっていって、50だと骨イベントボーナス 120% というところになってます。で、骨の方が打たれ強さ、解凍、脅威の切れ味、重い球、荒れ球で、余計なものはついてないですね。で、オリジナル変化球でエクスカリバーを持っているんですけれども、このエクスカリバーの折り変か、または変幻自在かのどちらかになります。で、折り変の場合は不確定で、変幻自在の場合は、確定となってますと。で、変幻自在枠がね、結構変化球キャラで多いんで、そこがちょっと勝ち合っちゃうので、もし変幻自在キャラを入れる場合は、まあ、不確定ではあるんですけれども、折り変狙いでいくというのもありだと思います。じゃあこれで、やっていきましょう。まあ、最初はね、ここすっげえいっぱい人がいる人がいるんでやりましょう。エンタクルスがちょっと出るまではサクサクサクっといって、で、エンタクルスが出たらまたその経験点増す関係的なところも見ていきたいと思います。川瀬ちゃんのコツ、コツはくれない。三田村くんはなんて入れたんだっけ、技術要因かな。で、2人入れ、円卓キャラ2人入れてるので、スタミナとコントロール練習が上がりましたと。で、まずは、エピックから見ていきます。変化球、精神、技術、変化球、筋力になってるので、ちょっと待ってねそれをイベントデッキと組み合わせると、変化球、精神、技術、変化球、筋力という形になってます。もう一回ちょっとおさらいすると、虹谷は変化球キャラなので経験点マスは変化球が出ます。で、クネビアちゃんは彼女枠なので精神が出ますと。で、三田村くんはコントロールなんで技術マスが出て、川瀬ちゃんもコントロールなんで技術マスが出ます。で、かけら坂くんは変化球なので変化球マスが出て、アーサーは得意練習、2種類なんですけれども、スタミナ変化球になってますので、要はスタミナの方が適用されて、筋力マスが出ますという感じで今回編成を組んでます。で、練習レベルはこんな感じになります。そうすると、若干の怪我率がある。コツ1か、まあ、監督評価上げてちょっと勧誘をいっぱいしておきましょうかね。じゃあほい、お、球速安定か。で、最初のなんだっけ、エピックマスに関しては、まあ、レベル1で回収して、異物を2つ出します、早々に。で、その後これちょっとやっとこう、その後どうするかがね、ちょっと分かんないんだよね。だからエピックマス、まずは3まで上げます。3まで上げて、3で回収して、まあ異物関係のイベントが進むかどうかですね。ここコツがあってやりたいんですけど、体力が減る。で、アーサーはくれない。で、ここは人がいっぱいいる。西谷は勧誘してるんですけれども、他の人たちの評価を上げつつ勧誘人数が増やせる。ここら辺は人がいないんでちょっとやらない。体力は減るんですけど1なんで、まあいいでしょう、ここにしよう。勧誘はね割と大事なんで。
体力が5減りましたと。でそこからまず精神を見る。で人がいない。でここら辺は死んじゃうんで、クネビアちゃんいるけど、まあ無理でしょう。寝る。で三田村くんこっちでいいかな。ちょいと三田村くんも久しぶりだな。でピッカーの人回復とか全くないからな。で神楽坂くんは進めていきます。で何もないよね。だってちょっと置いときましょう。でここでエピックを回収したいんですよ。だレベル2の練習をやりたいんだけど、レベル2の練習をやりたいんだけど、まあいいね、変化球でいきますか。ほい、これでエピック回収して、まずは異物関係山で三田村くん、まあスタミナを伸ばしていきますか。でエピックで6人必要ですね。結構必要なんですよね。ほい、靴変化球で、また人を集めつつ、今度左上、いわゆる11時に当たる部分のエピックを回収したいですと。でそうするとよ、どうしようか。人がいっぱいいるところはないね。まあ進んでいきますか。スタミナが3でレベルを上げていけば、まあアーサーとタッグを組んだ時に結構総取りができそうなので、監督評価を上げる意味でも、じゃあここ2人勧誘。クネビアちゃんのね評価多分全然上がってないね。そういうところが円卓ちょっと難しいところなんだよね。で1人勧誘でしょ。まあコツがある。神楽坂くん、まあ、コツは回収しておきたいんですけど、あ特に他人がいないな。じゃあここその前に神楽坂くんは勝ち運リリースを、つかみます。まあ、いつも通りですね。リリースと勝ち運で、ここでクネビアちゃんの評価を上げつつ、コツを回収するので、次はレベル1の練習、できれば精神で回復したい。キレ OK。 あでもこれ体力減るな。まあスタミナ強化と。女性はやっぱりスタミナに悩むんだね。てかそう、川瀬ちゃんもあれだ、くれるんだ。でここはメンタルでいきましょう。ほい、でピック回収して、これで異物2つ目。で派遣できる人数は、いるかな。クネちゃん、あれちょっと待って、このコレクションってさ、クネちゃん評価下がるんだっけ。えなんか下がったような気もしたんだけど、なんかコレクションがどうたらこうたらっていう話になって、ちょっとわかんねえ。アーサーにしよう。よし、やる気は下がったけど、あいけるな。で冠、精神経験点と。ここはまあ寝ておきますか。そうするとほい、で虹谷の金徳ですね。まあこれも普通に進めていきます。若干やる気がない。エピック完了。変化球で、で異物2つ手に入れたから金徳イベントが発生する可能性もあるんだけど、この1時にあるエピックはちょっと成長させていきます。3まで成長させたいです。でコントロールですね、これちょっとやっときますか。ほい、まあ人を勧誘しつつ、今のところ勧誘はそれなりにさっきのでできたから、クネちゃんの評価もちょっと見ていきたいですねと。 8% でも人が誰もいない。ここ勧誘しとこう。でなんだかんだで、ね、こうやってるうちに11月に来てるんだけれども、評価がまだ乗ってないと。クネちゃんに関してはそもそもいない。ね、2つ総取りができるのか、技術2で、でコツがあると。やっときますか。まあ、2だったらね回収してもいいと思います。1はねちょっとやっぱりもったいない気がするんだけど、低め。
って冠ゲットですと。で、2つ揃ったんで、まあ、微妙に経験点がもらえる。もうちょっと欲しいよね、これ。さて、11月の2週には来てるけど、また例によって、このやる気に下げられるのはきついから寝よう。ちょ、割と寝てるな。で、回収。一応、この前、アヤサー回収したんで、矢部君を追っかけますか。あれ、これも敏捷ポイントもらえるんだ。へえ、知らなかった。で、オールの2があるので、ちょっと待ってね。クネちゃんいないでしょ。で、ダブルタックになってるからそれなりの経験点か。いきましょう。で、三田村くんの、日常編は真ん中にして調子安定になってやる気が下がる。で、ここは回復させる理由はないので理由を聞く。身長盗塁なんだ。で、スタミナが来てるね。コツが2つかレベル1か。ただまあスタミナレベルは上げておきたいっていうのはあるので、コツは回収しますか。その前に潰しておくものを潰す。まあ、何を潰すかというと、キレはじゃあ取っちゃいます。割とそうだよね、敏捷ポイント手に入るんだよね。ポーカーフェイスをね、どうするかなんだよね。アーサーのねイベントでね、ポーカーフェイス一気に取れるんですよ。あ、ちょっと置いとこう。来たら来たでしょうがない。あとは急速判定1でいいかな。60、80、ビーショ3か。いや、ちょっと取ろう。で、バント封じも取る。他はこんなもんか。よし、スタミナいきます。おーいっと。なんだった？ちょっと早くて見えなかったんだけど。順の荒れ玉か。まあ、荒れ玉はアーサー持ってるからね。コツ潰しにはなるけど。で、コツ。で、ここは、エピックを3にしたいんで、コントロール練習します。クネビアちゃんいるね。どうする？そうか、もう、毎回見れないわ。ここやりてえな。いや、ちょっとクネビアちゃん行くか。せっかく入れてきてるから間に合うかな。追加発生してくんないと OK で、こっちかい。気にする必要ないよと。まあ、これで評価は乗ったかな。で、あれ、忖度の騎士、これでポーカーフェイスが取れるんだよね。そうだな。一応ね、体力も回復できます。これでね、一気に最大までつかめるんで、まあ、ポーカーフェイス潰すかって言われたらちょっとね、もったいない感はあるんですよね。で、エピックが2個回収できるのか。さてさてさて、3にしたいんだよな。この1を回収して金徳が出てくれればまあ嬉しいかなと。お、超お宝探し。一応円卓キャラをね2人入れると、最初に異物が2つ回収できて、そこから金徳イベントを発生させられるっていうメリットはまあありますねと。で、あとはまあ様子を見つつ、三田村くんのコツか。回復が若干だけどできるね。ちょっとエピックは見ておこう。復活、ほい。どうしようかな。変化球レベルも上げておきたいっちゃ上げておきたいんだけどな。少しレベルを上げますか。ほい。うん、経験点か。来なかった。告白が毎回来ねえな。で、どうしようかな。今あるエピック左下の7時の部分にあるところですね。あれどうするかだよね。ちょっと一回メンタルで人間を勧誘しておくか。まあ、投手とかでね、野手キャラを勧誘できると結構人数に余裕ができてくるんで。
中吉ほいで、コントロールエピック回収、虹谷か、虹谷のコツはね欲しいので回収しましょう。異物林、よし、コンコツ本当にありがたい。でこれは内角川瀬ちゃんが内角持ってたよね。でね、コツ、そう、取るかどうかっていうところもなかなか難しくて、今回に関してはまあ絶対ここしか練習する場所がないんですけど、いやーこっちだろうみたいなのもね、どうしても円卓は出てくるんで、キレはもう掴んであるからこれで次練習レベル2をやって、まあ、それか総取りのものをやってレベル3のエピックを回収に行きますと。でそこで進むかどうかだよね、聖杯イベントが。ほい、よし、総取りがいける。スタミナアーサーのコツ、まあ、コツくんないけどね。あれ玉一応潰しておきますか、取ったんで。あ、ちょっと重いなあれ玉、これまあ100超えじゃん。まだあれ玉はじゃあ置いときますか、ちょっと重い。スタミナを増やしておこう、 C まで。であとはアーサーとの練習でスタミナを増やしていく。スタミナにはちょっと振らないでおいて、エピック3を回収します。で、あ、一応来たね、聖杯のありか、あれだわ。まあいいや、黄色い1000円、モテモテになるかって言われたらな、まあ一応納得か、納得かっていうか、なった。さて変化球が来てるけどできない。クネビアちゃんやる必要ある？てか告白が来ない、告白が。あ、しまった、これやってなかった。全部で足りんね、10人派遣すれば OK だから。それでは2は取っちゃいますか。バレンタインも近いんでここは2を回収して、で2月の一週に練習をして、そこからバレンタインへつなげていきましょう。復活でタック。総取りは総取りなんだけど111はもったいないよね、ちょっとメンタルにコツがあるな。三田村くんか、どうしようかな。エピックの進行状況はあと2回2ターンか、全部1だからね。ちょっとコツを取りますか。くんないな。で精神レベルが上がってしまったんで、精神で1マス進めるっていうことはもうちょっとできないですね。もし1マスで進めたいときには、守備練をやらざるを得ないと。でコントロールか変化球かといったら、あ、じゃなくてスタミナかっていったらどうしようかな。勧誘人数的にこっちにしておきますか。まあ1の総取りになっちゃうんでもったいないですけれども、もう監督評価は全く気にしなくていいね。でスタミナが4になったんで、スタミナが来てくれればかなり総取り力も増えますね。打たれた、ドクター系で聖杯のありかと。エピック完了。聖杯探索ができるようになって8人か、もう1人でスタミナがあるな、コツもあるな。これはちょっと総取りでいきますか。コントロールがE に止めておいて、あとは脅威の切れ味とかってどうだっけ、あれ脅威の切れ味とかって円卓用の金徳がちょっとわからん。復活は手に入れたから復活先に取ろう。ほい、割と重いで、内無双は内角があるんでちょっと置いといて、もういっか、これで溢れはしないよね、溢れはしない。ほい、そうだよね、くんないよね。でじゃあ下にしよう、これよくわかんないんだよな。
いつも高速で動かしちゃってるからあんまり読んでないんだけど、で担当ゲット、あ、ちょっと待って、そろそろ寝るかとか言い出したぞ。クネビアちゃん、うわこれすげえ、これすげえけど死ぬな。あーカスちゃん無理か。デートしたいんだけどな。変化球が全然溜まってないね。今回じゃあエクスカリバー狙いに行きますか。変化球ポイントの節約として。3球種目も覚える。じゃあ進化、エクスカリバーは下なんで、よし。これで下を覚えようとするとフォーク317か、それなりの経験点の節約になるな。あーもう寝るしかない。ここはクレビアちゃんが全然働いっけマジかよ全然働いてないよね。でタックが来ないね。タックが来ないんで、どうしようかな。守備やってちょっと待ってエピック、あそうだこれ無理だ、まだやってねえんだ。一人回収しとかなきゃいけねえわ。守備やろう、ここだな。岸田くんを勧誘して、そこから、あようやく来たよ。もうやめちゃえばって、もう使うのやめちゃえばっていう感じだよね。これやる気上がるかな。彼女になってもやる気は上がらないどういうこと、あんまり嬉しくないのかな。でこれ、さてそこからまたエピック回収もやりつつ、技術とコツ、おい、あしまった、重い球を取れればよかったけど、まあ打たれ強さか。あやった、一気にようやく働いたなこいつ。で変化球、これもエピック2で回収しましょう。聖杯関係が進んでくれると嬉しいけど、どうしようかな。技術がちょっと余ってんね。あ低めはもう取ったのか、そうか、重い球取ろう。ちょっと上げちゃいますか。じゃあ D まで、そこから変化球練習をしてエピック回収します。これでまたなんか聖杯関係が進んでくれればいいんだけど、異物か。でこれはなんか、ま、来る人によってちょっと変わりますと、ま、上を選んだ時ね。でこのエピックはやっぱり人数不足だよね。ちょっとまた勧誘に走らないといけないけど、1,2,3 人か、ま、調査中で8人いるからな、ま、ラブパワー中だからな。技術がやたら余ってるな。勧誘中心でいきますか。3人そろそろなんか守備連も上がっちゃいそうだよね。1がないってね、実はたまにきついことがあって、1だけやりたいってね言う時がどうしても出てくるんで、これ一応聖杯を手に入れましたと。ただ聖杯はゲットしただけなんで、聖杯の秘密的なものをちょっと解き明かさないといけないですねと。で精神回収できるのか。コツは3、多い、勧誘人数も多い。クイック、これ敏捷ポイントあるからクイック2まで掴む。あれ準備、まあ朝でいいか。要所で、またいけるな。11%か、どうしようかな。アーサーのコツがあるんだけどな。ことこれは体力回復か。おことちゃん2を取りたいんだけどな、2を取りたいんだけど 11% がちょっと怖いよね。どうしようかな、デートしよう。クネビアちゃんはね、このエンタクルスが終わったら7月中にまとめてデートしちゃってもいいんで、少し進行は遅くても大丈夫ですね。でアーサーが動き出しましたね。でこれ下で進んでいきますと。よし3、
おー、人もいっぱいいるんで、じゃあここは取っちゃいますか。ちょっと待って、コツ、クイックのコツっていくつで取ったんだっけ。3か。あー、どうしよう、悩む。ほい、内角、あ、来たね内角。では内角は掴んじゃいましょう。からの再び総取りがいてるな。待って、コントロール上げよう。点が溢れちゃう、もったいないけどしょうがない。打たれ強さ3でいっか。ほいほい、なんかもう1回どっかで手に入った気がするんだよな。アーサーの2回目とかで打たれ強さってコツをつかめた気もするんだけど。あと脅威の切れ味ってさ、よくよく考えたらさ、なんかあった気がするんだよね、その金徳のエピックで確か。うち無双、まあ、じゃあこれで取ろう。いや、変化球ポイントが全然足りないんだけど、なんで、なぜだ、変化球ポイントが足りん。3進むか、2で回収しちゃう。どうする。あ、そうだよね、ちょっと待って、これ見て何もないよね。うん、回収しよう。ほい、ここのエピックで、おお、進んだね。4月の4週間、まあまあまあ終わらせることはできそうだ。先発ですって言われてもな。お任せ。比較96か、少ねえ。技術が結構余りそうだね。だからこの変化球マスがどう出てくるかっていうのもね、ちょっとよくわかんないんだよね。やっぱ法則みたいなのはあるみたいなんですけど。で、ランスロット、なんかよくわかんないけど、スタミナか、変化球が取れるな、体力ないからな。デート進めておきますか。体力回復しないんだよね次。これほいで2回目、クネちゃんですね。さてここでなんかね、下にするんですよ、ポカポカ叩いて、敏捷が40入るんですよ。割と入るよね。よし、回復した。で40入ったんで、じゃあクイックドロー。さてそこから3、いけるな。こっからはもう経験点の回収になるんで、ほい。よし、コントロールレベルも上がって、ラブパワーが発動して、そうそうそう、ここだよね。ここで打たれ強さがつかめるんで、2回目これで打たれ強さ回収しよう。で、どうだろうね、変化球をあれ3にして3回収したいよね。あー、ここは結構、どうする。じゃあデートしよう。3回目か、なんだかんだで進んでるな。ここは回復する。で、教室に行きますか。まあ、クネちゃんの評価がね、上がってないときはここでクネちゃんの評価が上げられますと。あー、やりてえな。次で円卓の秘密が終わるんで3になるっちゃなるんですけど、いいや、やっちゃおう。湖畔でトレーニング、こういうのがちょっとしょぼいよね。あれはつまり怪物なの、それともなんか人間の形を模したクロコ的なあれなの。
かわせちゃん2回目。やたら敏将ポイントが稼げんな。やたら敏将ポイントが稼げるけど、敏将ポイントが必要な金徳が大してないっていう、まあ、脅威の切れ味はねあるけど、ここすっげえ人がいっぱいいる。やっとこう、ちょっと待って、マジで溢れる。もういいや、もう A まで上げちゃおう。で変化球、なんか取れるものは取ろう。じゃあカーブ、よし。ここ人がいっぱいいるんで、ちょっともう人いるかって言われたらちょっといらないんだけど、いらないよね、よく考えたら。で技術回収か、まあ、いや三田村君のコツもあるし、あとなんだっけ、根性とかもらってないよね。根性きた。なんか回復できる選択肢とかないのかな。うわー、だからこう最後のさ、鳥のところでさ、なんていうの、タッグが来ないときついよね。あと3周と4周で終わっちゃうんで、1回寝て練習を確実に2回する。タッグ、おい、来ない。来ないやんけ。じゃあちょっと精神少しでも回収しとく。変化球3、ほい、でラスト、これ減るんだっけ、体力減るよね。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。いや、これはやる、回収したい。コツばっかりだな。経験点が欲しかったんだけどな、わからん。で根性も掴んだか。で聖杯は調べると、で結局そもそも聖杯って何なの、物的に。なんかよくわかんないよね。変化球ポイントがすげえ不足してるな。あー来たー、野球をやる理由最後。これで真っ向勝負して打たれると失敗で、意外な戦い方は、まあ打たれたり打たれなかったりするんだけど、要は変幻自在が1か3かっていう違いなんで、ここは行くぜ、真っ向勝負。打たれた。ひどい、一発になるよ、ほら。一発になるんだよね。まあ後でちょっと消すとしてデートしますか。でこれ剣を引き抜くことが、あ、できた。伸びだっけ、伸びは1で、エクスカリバーちょっと手に入れられなかったんで、もういいや。エクスカリバー手に入ったらエクスカリバー投げようかなって思ったけど、ちょっといいっす。ちなみにエクスカリバーって何なの、球速とかかな。球速全く上げてなかったけど、変化球の伸びが悪いね。横田くん、パワーは C ある。 C あれば調子が悪かろうが持っていける。石森くん、やる気だけはある。おお、変わった。このくらいにしとかないと、なんていうの、コールドになっちゃうよこれ。こいつ何持ってんだ、アベレージヒッターか。アベレージヒッターの力を、全然ダメじゃん。ミュート打ちって結構苦手なんだよね。さて体力ないし、まあ、ここもデートして終わらせちゃいましょう。変化球プライドだっけ、そういえばこいつ。俺ね、変化球ポイントないんだよ俺。変幻自在も取ってないからね。出た、変化球プライド。ちょっと待って、
プライドも何もねえよな。大して変化球ないし。102か。厳しいね。取ろう。で、あと変幻自在。これも取ってないから。そういや、一発秒消せねえし。16使うのかよ。変化球。お、ダブルタックありがたい。やろう。よし、変化球ポイント。すげえありがたい。ここに来ての変化球ポイントは。マントル難しいよね。ちょっとまだ2回しかやってないけど、いまいちどういう風にこう設備を作っていいのかっていうのが分かんないんで、まず脅威の切れ味を取ります。でそこからちょ根性取っとこう。一発消しましょう。来いで勇猛果敢も使うのか。対強打者って2どこで手に入れた。総取りした時に手に入れたのかな。入れられてる。また石森くんか。よし抜けた。あ、矢部くんさっき1番じゃなかったのに。投げました。外れたボール。投げました。打った。打球はセンター。オッケー。一人しか帰ってこない。石垣くんは足が遅い。初球ショート左へのライナー。よし上り調子。ランナーはフルベース変わりません。第2球投げました。どうだこれは。いったエンタク打ちのチャンスです。ワンアウトランナー2塁という。打った痛烈な当たりヒット。エンタク1点入ります。0点取られんな。最後の2点の自責点って俺かな。自責点4だったらゲー俺だひどい。で変化球サンパーか。やりたい。アーサーコックでくれた。あれ玉しまった。あれ玉を潰し忘れていた。ちょっとここは1回寝てで2回練習しよう。いけ2回練習できねえしこれだと。しょうがない。そ何て言うの。タイピンとかあったね今。タイピンもらっとこう。じゃ4まで掴んでるし。勇猛果敢最後くれる。要所もらっとくか。精神が足んないね。先制ストライク。火消しはちょっといらない。あれだもせっかくだからもらっとこう。オッケー。おい。やっぱり変化球レベルがそんなに高くないから打たれちゃうのかね。お待たせいたしました。やっぱり重要なのは球速と変化球レベル。先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で。これはカーブ。第一打席は内野フライに倒れています。投げました。おい出てきたか。全力ストレート。ここは点を取っておきたいね。4回だからね。しまった正面。よしノーアウト一塁塁。稲垣君パワーし、ミートが小さいけど。ストレートがうまくはまれば。いやスライダー。ゲッ石森お前マジ勝つだからな。しかし打つときは打つ。危ねえな。今のでアウトになることあんのかな。いや厳しい。やべえやる気がな。好調以上だったらな。ちょっと強振で狙っていきたいけど。走れる。走った。しがナイスバッティングです。これで今日は3打数の2安打打ちました。いやーなんか正面に飛んじゃうな。もう一投手岸田チャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で岸田第2球投げました。いけるか。いやーボール球だったな。とりあえず点は取ったけど。円卓のさ、なんていうの、打線しょぼくない。第2球投げました。こいつ強えっていう一般モブがいないんだけど。敵として戦うとさ、こいつ強えっていうやつばっかなんだけどさ。何なの。普通にだってハードラックだし。いやー弱えわ。ちょっと振っちゃおうもん。おい、おー0点に抑えた。0点に抑えてくれればね、それなりに軽減点もらえるかな。
って本当はだからここで2回練習したかったんだけど、コツを取りに行くか、アーサーか、ここにしよう。ほいほいほいと、まあ、まんべんなくくれるからね。231か。変化球を一つ上げますか。スライダー、シンカーとか上げられる。144必要だね。無理だね。金徳がもう大体取り終わったから、あとは変化球に触れるっちゃ触れるんだけど、すげえ進んでいくのが早かった。お、岸田いいとこだ。これはものにしたい。しっかりと見ていこう。ちょっとこのフォークは引っ掛けちゃうんで見逃して、あ、これさすが岸田。また猛攻は続いてるね。好調でパワー C、 弾道はすが引っ掛けた、危ねえ。どうだ、よし OK、 この試合はもうもらったな。最近頑張ってるね。こいつ尻上がりだな。尻上がり持ってないけど、甲子園に来ての尻上がり。え、この体力量無理だ。 26% やる失うものはないよね。失うものはない。やろう。ほい、死んだ。まあそりゃそうだよ。いいよ別に。あ、やる気、投手はやる気重要だからね。で、ここもちゃっかりでいこう。もうエクスカリバーが取れなかった段階でね、もういいやっていう感じなんで。ほい、んー、伸びがあるから1段階取っておきますか。あと球速もうちょい上げたいよね。ちょっと待ってね、145にしておいて筋力残しとこう。で最後のエピローグ経験点とかと調整をしていく。あとアーサーのね、そのエクスカリバーの依存があるんだったら、ちょっと依存教えていただきたい。モード君ってさ、そういや出てた最近。なんかさ、その打線がしょぼくねって思ったんだけど。モード初だよね、だって今ここで見るの。たまにさ、この謎采配するからね監督。キャッチャーもなんかトシ君下げ出すから、トシ君下げんじゃねえよっていう。ちょっと待って、チェンジアップやられた。まだ岸田がいる。こいつ嫉妬多いな。コントロールいいか。いや、なんだこいつ敬遠してきそう。ほら、まあ、そりゃ諸星と勝負するよな。しかし危ねえ。アベレージヒッターの力を見よう。志賀君チェンジアップ。待って、翻弄されて、やっぱチェンジアップに翻弄されている。どうだ、いいね。このまま終わってくれ。今日終わんない。攻撃はまだ続くのか。もういいよ。あとは俺が抑えれば済む話よ。どう、甲子園入ってからさ無失点じゃん。
このイベントもね、まあ、なかなか進まないよね。結局元凶が何だったのかっていうのは未だによくわからない。さてまあここは先発にならざるを得ないんで先発にしていきましょう。そう、クネビアちゃんね。どうだろうな、なんかあんまり働いてる感はないよね。でもまあ異物が最初に得られるっていうことを考えると入れといてよかったのかちょっとわからない。7800経験点的には微妙だな。成長タイプじゃない。で変化球スライダー無理か、2球種目は無理か。じゃあちょっとまず特能を見て、勇猛果敢は絶対取るでしょ。でそこからはもう少し変化球をさばいていきたいんだよな。手応え取るか、せっかくだから。おい、で順応もコツがあるんで取って、あとは球速が上げられるので球速をとりあえず150にしておこう。でコントロールとスタミナはまあこんなもんでいいか。でやっぱり技術が余ってるんだよね。対左を取っとく。あとまあじゃあコントロール上げときますか、 S に。でこっからもう少し、まあ、対左を20丸にするっていうのまで安全圏、アウトロー9位、いやちょっと経験点的にこれだな。でこれ何だった、ポーカーフェイスか、いるかって言われたら俺ポーカーフェイスはなくていいんで。であとスタミナちょいと上げて、まあ終わりですね。まあこんな感じですと、まあ、一応アーサー君のエクスカリバーが失敗はしてしまったので、少し伸びは少なかったですけれども、変化球ポイントが若干足りない感じがして、技術ポイントが少し余っちゃったかなという印象ですね。まあそういうところがちょっと円卓は経験点の回収がねなかなか難しいんで。で、あとクネビアちゃんの機能具合がねちょっと分かんない、まあ、入れてはいますけれども、まあ異物が最初に取れるっていうのと、臨床ポイントが取れるっていうのはあるんですけれども、どうしてもねエンタクルスを回さなきゃいけないんで、クネビアちゃんばっかりにその評価源にかまってられる余裕がないんで、今のところその野手でやった時も、今回やってクリスマスイベントを逃してるんで、まあ、そこら辺がちょっと難しいかな、立ち回り的にはというところですね。まあ、まだまだちょっと、勉強してやっていかなきゃいけないところは、ありますので、まあ、いろいろアドバイスいただければと思います。まあ、そんなわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。